八神。ん？あれ？あんたハンピン・リューマンの。東京から随分お友達を連れてきてくれたな。やっぱりよそ者は信用できねえ。何の話だよ。お友達ってもしかして RK のことだとしたら、あいつらはそんなんじゃ。おい鉄道だから誤解なんだって。お、はい、あの、はあ、
え？Yeah!
さ。また誰かに俺を襲えって雇われたのか。別荘神室町のハングルが我が物顔で町を歩いてやがる。そうかと思え、若い女の先生が自分家に押し込まれて殺された。どうなってる。偉人町で何が起きてんだ。ああそこで怒るまではまあわかるよ。けどだからってなんでいきなり俺を襲うんだよ。お前に優しく聞いてやる義理があったか。殴って痛い思いさせるや知ってること全部吐く。あんたもっと身内以外にも優しくした方がいいって。いえや八神、神室町のよそ者たちが何をしてる。よく分かってないのはこっちも同じだ。ただ少なくとも俺はあんたらの敵じゃない。殺された沢先生を知ってたんだ。俺が事件の第一発見者だった。犯人は RK のリーダーで相馬って男だよ。くそ、マジか。奴ら何しに偉人町に来た。わざわざ何十人もで女一人殺しに来たのか。 RK は桑名を追ってんだ。知ってるか、便利屋の。ああ知ってる。でもなんであいつが RK に追われてんだ。今それを調べてるとこだよ。おかげで RK と勝ち合ってさっきは相棒が腹を刺された。そうかと思ったら今度はあんたらに囲まれて全然調査がはかどらない。なるほど、分かってくれた。今この場で俺が言えるのは一つだけだ。ん？RK がこの町にいる間だけお前は俺を兄弟と呼んで構わない。は？なんだよ急に。もちろん俺が兄貴分だ。それって喜んでいいの？俺の兄弟分なら今後ハンピン・リューマンに襲われることはない。お前に手を出す奴がいればそいつらはハンピン・リューマンにとっても敵だ。偉人町が俺らの町である限り女子供に手出しする輩は絶対に許さない。ああお前もそう思うだろ兄弟。急に距離縮めてくるんだね。付け加えるとお前が兄弟分になる俺もこの人数で返り討ちにされた面目が立つ。なるほど、そういうことか。 RK のことで何か分かったら俺にも教えてくれ。特にその相馬ってリーダーの居所だ。それさえ分かりゃあとは俺らに任せろ。女先生の仇は取ってやる。なぶり殺しにしてな。